あのー、今回ですね、リスナーさんからも本当に、ね、お便りいただいてまして。はいはいはい、えー。やっぱり中国のですね、李克強首相。急に飛んだなあ。元首相がね、亡くなられたっていうことに関して、ぜひね、船越さんのね、ご意見、ご感想をいただきたいっていうふうに、リクエスト来てます。はい、はい、すいません。はい。もうお前話せと。そうですね。いつまでタコの話をしてるのかてね <laughs>、うん。タコの話はしてない。李克強さん亡くなったのいつでしたっけあ、そう。えー、いつだっけ僕ね。もう結構経ちましたね。 えっとね、ちょっと待ってよ。あと記事書いてましたよね。そうなんです。なんかもうこんなことに関わることはないかなと思ってた。中国の話よね。そうなんです。うん、えっとね、大阪に行った日だから。ね、変わって間もないからね。発表されたのが10月27日ですね。ああ、もうそうですか。はい。で、亡くなられた発表が、えー、っと、ん ?27 日の朝にありましたと。発表がね。うん。 でで亡くなったという死亡時間がその日の未明でしたから、27日の0時10分でした。<ー>でご、ごめんなさい、李克強がもう一回質問。まあ、亡くなられて、はい、これが与え中国の、ね、に与える影響であるとか、あるいは、まあ、船越さんといえばですね、7年間中国にいたわけですけれども、その間見てきたこの李克強さんのこう人柄であったり、まあ、 習近平さんとの、ね、間からいろんなことが言われてますけれども、はい、こんなものに対してどのような、ね、え考えを今お持ちであるのか。<laughs> 深いね。そういうこと、ね。といか、広いね。<laughs> あだから、いろいろ話すことあると思うんですよ。李、はい、異国境さんだけでも。はい、確かに、ね。まずじゃあ、亡くなった時のあなたの子をね、どんなことを思ったのああ、それはすごくびっくりしましたね。あのー、えと62歳で亡くなる。68歳。だまだ若い。68歳、あのー。去年の党大会で、うんえー 党の役職外れたんですけど、残り半年、首相としての任期はあったので、実際に引退されたのは今年の3月ですね。今年の3月の,前,のか、ね、前人代、まだ半年ぐらいですよそう、ねうん。だから、しかもですね、党の規約でいうと、まあ、よくあのうんと、まあ、表には載ってないんですけど、よくあのみんなにか言われている、68歳に達してる人は引退してくださいと、うん、いうのが、ここ何十年か守られてきた。 まあ、不分立みたいなところあるんですけど李克強さんは、えー、と引退した時67歳だったんですねうん,まだ,1年んかまだできるじゃんまだできるじゃんうん、なんだったらあの習近平さんが69歳で2歳年上で、はい、えあなたは年齢足してますよ <laughs> <と> <laughs> なんであなたはいなくならないんですかとそうなんですあ<ー>みんなそこでうんと思ったんですけどここはやっぱり権力闘争の世界ですよねそゃそうね、うん、10年えっ、ー、と うん、党の役職の年齢制限、任期制限っていうのはなくなったんですけど、うん、実は首相、えーと、総理って言いますけど、中国はね、まあ、一緒ですよ、うん、あの首相任期は2期10年まで、これは憲法でまだ残ってるんで、李克強さんはもう10年や,やりましたもね、この春で。そうですね、いずれにせよ、首相を外れることはもう確実だった。 憲法の規定で、うん、ただしさっきも言いました党の役職としてはまだ年齢が政府だったので例えば、うん、このパターンあったんです昔李鵬さんという首相がですね首相終わった後に、うん、いわゆる日本でいう国会議長<ー>全国人民代表大会常務委員長っていうポジションがあるんですけど李鵬共さんこれになる資格全然あるよねとそうねみんな思ってたもんですから。うん 果たしてどうなるかなというところが注目だったんですけど<ー>まあこれも結局は習近平さんはまあまあ要するにまあ彼らはずっと同じ世代2歳差ですけど、まあ、ある種のライバル関係みたいなところもあって、うん、で最後習近平さんがまあこのお前がナンバーワンだと託される形でナンバーワン、うん、でそれを李克強さんがお前支えろという形でナンバーツーだったんですけど、うんうんうん まあ私、この間の7年ぐらいをまあ中国で取材して、この2人の関係みたいなところね見てきたんですけど、はいはい。まあな、なかなか微妙な関係でした。あの、んと李さんがね。そうです。ナンバーワン、ナンバーツーで。そうなんです。あ<ー>で、まあ、まあ、路線も違うし、まあ、いわゆる習近平さんっていうのは、親も副首相をやった、えー、日本でいうと何世襲、世襲議員、<ー>世襲政治家。そう 国に携わった親偉大な親を持つ子供というポジション。うんえー、李克強さんは、まあ、共生団というあの、えー、と共産主義青年団という組織がありましてこれは中国共産党のまあ下部組織なんですけどひ、うん、一言で言うと。 えー、青年部か、うん、若い人たちが集まってね、<う>学生さんとかかしら。<で>本当に勉強できる人たちが、党の幹部に駆け上がる会談としては、エリートだ。エリート。うん、で、えー、例えば、えー、と胡錦涛さん。おお<ー>。もうねあの、習近平さんの前の国家主席ですよ。胡錦涛さんはこの共青団の出身ですし。名門だ。昔だと胡鷹法さんっていう、まあ、これも<ー>の党の総書記やられた方ですけど。 みたいな,な、ま、ところにつら連なる人として、李克強さんもいまして。やっぱりそれは普通の人で入れないのねえっと、もちろん、えーね、8000万人ぐらい,い,い。はい、じゃあ、そうか、だからそのトップに行くのが難しいですそうなんです。この豪生団第一職という、あ<ー>まあ、今、歴代でもそんな数えるぐらいしかいないですよ。<laughs> 20人ぐらい,しかいないかぐらいですけど。めちゃくちゃすごいんだね。そうなんです。これのこ、えー、トップを胡錦涛さんもやってるし、李克強さんもやってる。はは。90 年代初頭ぐらいにやっあるし約束されたね。ちょうどイチローが出てきた頃にやってたわけですなるほどね。そう。まあ、関係ないけどね。まあ、一切関係ない。それで、李克強さんは、もう若手の頃から、こいつは将来来るなと、日本のいろんな人も思ってたんで、あ、なるほど。彼のね。そういう人っていますよね。なぜか会社に入った時から、こいつは出世するだろうなって分かる人って、いるんですよねそうなんです。彼は北京大学の法学部をね。 1982年に出てもうもう名門だよねそこから大学に残って、うん、これあの経済学に専攻を切り替えるんですけどそうなの94年に博士課程あの中国の幹部はですね博士号だそう中国の幹部はあのー、なんか働いてる途中に急に博士号を取る。 <laughs> どうやって <laughs> そんな簡単に取れるものか <laughs> こは詳しくは言いませんけど、何、ね、かあるんでしょうかね。なんですけど、李克強さん、これ、本物の学者いや、本物って言っちゃったね。<laughs> 他の人は偽物みたいな対比が出ちゃったも <laughs> いや、誰がどう見ても、まあまあまあ,まあまあまあね。ね、誰がどう見ても、うん、もう本当、この学問極めたという。で、この、えー、と博士論文をまあまあ書く傍ら、彼は、えー、と北京大学の。 共産党組織に残って、その中でこう<ー>この組織を束ねるように出世していくわけですよ。なるほどね、うん、でもう早くもうこいつはもう将来来るとああ思ってたもんだから、いい1985年にはですね、うん、中国青年代表団、これ日本が招聘したんですけど、うん、日本に来てくださいって、何百人っていう団体でしたけど、うん、ここのね、ナンバー2だったと思う、副団長っていうポジションで。 初めてて日本に来てるわけですよ。あそれはもう向こうですって選んでそうですああ<ー>でこの時にねあの、えー、と確認はちゃんと取れ確か習近平さんの奥さん、うん、えと軍の歌手やってる方もいらしてた、はい、という、まあ、<え>習近平さん来てないんですけどそこで恋のさやあてがあったりなかったりしてんですか <laughs> <laughs> 分かんないけどその後かなえー、っと、えー、習近平さんは再婚されたのかな なるほどうんという関係もあってもう本当に李克強さんは若い頃から、うん、スーパーエースだスーパーエース日本も期待してた、うんうん、でその後ね河南省っていうところのトップもやられたし、うん、えっと2000年代2004年かなには遼寧省大連とかあるところですよのトップもやられてこのねこの辺僕政治部に上がってきた頃だったんで2005年とかです、ね、ああそうねあ<の>、はい 例えばね、武部幹事長とか、当時、小泉政権の幹事長んです。うん,うん、うん、先駆けの人。え違う。違う。違う <laughs> 偉大なるイエスマンですよ。ああ<ー>。政解散の時の自民党の幹事長。先駆けの人は村さんだった。武 <laughs> 部務さんそ。そうです。はいはい、いたんね,んね。もうみんなこぞって、はい、っておい、次は李克強来るぞって言って、 ああ、そう。みんな大連、大連モーデつばをつけに行ってたのね。そう。汚い表現だよね、つばつけるってね。俺言ってないよ。あんたが言った今。いやいや、昔から言うじゃないですか。あまあね。あれ、他の人が食べらんないようにするってことでしょ。意地汚いよね。う。またこういうこと言うとさ、怒られるんで。船越さんの話の腰折らないでくださいと。本当に、ね。迷惑。あ、腰。こいつがっていやいや、だから、いいよ。 それで、何の話だったっけ、はい、武部務さんがううみんな通ってました。みんな行ったと。ね、でこ、この人トップ、うん、なんて言ったって、胡錦涛さんのマナ弟子と言ってもいいぐらいの同じ組織から出てきた人だったんで、共生団というね。これは大変だ。これは来ると思ってたんですけど、うん、2010あ2012年にまあこの次の体制になるんですけど、この次の体制が見えるのは実はこの5年前なんですよ。2007年。あ、そうなんですか。トップ、当時はトップ9でした。ね、うん、共産党、 常務委員会のメンバーに習近平さんと李克強さん2人だけ入ったんですけどこの人たちは次世代だといので2億入ったんですけど,、うん、ど序列6位が習近平さんで序列7位が李克強さん,んですよはい、はい、この並びを見た瞬間みんながえ次のリーダー習近平なのって思ったわけです、ね、ああそういう子分かるのねわかるんです、えー、そこで逆転することはまあ基本はないのでそこで分かったんですけど、うん まあえー、と話戻すと、李光暁さんっていうのは、ねまあ、でも、言ってもナンバー2ですよ。スーパーエリートのね。このナンバー2がある程度、日本を理解していると。うんうん、日本に何回も。だからね、若い頃結局 4, 4回来てんですね。大変ね1985年、88年、90年、92年いらしてて、日本としてはもうあの、日本のこと分かってください。日本から協力できること、日本で学べること、何でも提供しますぐらいの、うん、もう本当に。 あもうこれいい自分もいいそうになった、気をつけよう。<laughs> 同じこと言いそうに <laughs> <laughs> やってね、しかし日本もね、<laughs> やっぱりこう若い頃から目をつけて、この人が国家主席になるんじゃないかなつって思って、その貯金はあって、<う>えー、李克強さんは2018年に、えー、っと首相として、だから公式、公賓ですね、あのうん、首相は国賓にはならないので、公賓、受け入れとしては上から2番目の扱いなんですけど。うん 安倍さんが招待するという形で日本を訪問しました。2018年の5月。うん、私も着いてきました。<い>ね、僕が李克強さんを一番近くで見た瞬間でしたけど、うん、会見でね、一番前に座ったんですよ。赤坂迎品館で会談の,の後に会見したんですけど、これぐらいでしたよ。もう3メートルぐらい。3メートル、ね、ここに座ってたんですよ。 握手行ったらいや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 、<laughs> 握手かい。なんかもっと別のことすんのかと思ったけど、<laughs> はばかられるって言うのはやめときますけど。いや,いやいや、はい、ほら、中国だとね、近づけないんですよ。そりゃそうだよ。ああ、<laughs> でもそうね、ほんとそうだよね。本当に、すっごい遠くで、見れるか見れないかぐらいなんで、やっぱり日本に来てるというね、こ意見かなと思ったんですけど、ね、まあ、それはともかく。<laughs> いや、わかる、そういうの。うん。それともかくね、その時にもね、 いい話してました、あの<い>30年前に来たと。あ、日本にね。はい、<う>で、当時、安倍、88年だったかな、あの当時、安倍晋太郎外務大臣だったんですよ。ああ、安倍晋三さんのお父さん。そう。うん、で、えーと、もうすでに安倍晋三さんが、まだ政治家にはなってなかったですけど、秘書官として、晋太郎さんの近くにいらしててあそう、まあ、もちろんお互い若手同士だから、そこまでね、 深く記憶にあるわけじゃないんですけどあの時あの瞬間僕たちは同じ場所にいたんですねと同じ空気吸ってたと30年前に振り返るとですねそんなことねあるんだねみたいな挨拶をから始まったんですよう国李克強さんのこの会談後の会見それぞれ一言ずつ話したんですけど今もね記録残ってますよへえうんとかねまあスピーチライターが書いたんだろうけどねおい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 でもほら <何>それ一応本人見せるじゃないですか。そらねうん、とか、あじゃあこれはスピーチライターないと思うけど、そう経団連がその時に、うん、あに、ホテル大谷で歓迎式典やったんです。うんはい、やるでしょうね。<で><の>もう財界とかあの、池田大作さんの花も出てましたけど、へ<ー>あの本当にあの政治家とか、もうみんなこぞって、何千人のパーティーでしたけど。そ でそこで最後ね、まあ、乾杯の前に李克強さんがご挨拶されたんですけど、うん、まあグラス持ちながら、ねうん、みんな会場だから自分はひな壇に上がってるわけですで安倍さんもいて、うんうん、でひな壇の下にはもう本当みんな聴衆なんですけどやっぱりこのご時世なんでみんなあの携,帯電あの携帯電話で写真撮ろうと思ってグラス持ってる人もいるんですけどいずれにせよね頭より上に上がってるのはね僕後ろから見てたんですけど みんな携帯電話を上げてパシャ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 撮ってるわけですよ。撮りたいんだね。ねそこにいる人なんてみんなその社長とかそういう人ばっかりしすよ撮りたいんだね。撮りたいよ。そうなの知らんけど。あんまりその気持ちわかんない。なかなか生で見れる機会ないと生で見ろよ、じゃあよ。写真撮ってんじゃねえそこで食いつくなよ。はい。それはいいわよ。はい。それで、李克強さんはその皆さんに向かって、まあ、これから乾杯しますけど、皆さんどうぞ。 ブラスじゃなくて、じゃあそのまま行きましょうと、携帯電話を上に掲げたまま、乾杯って言って、へこの乾杯の様子を、これね、本当に日中のこの歴史的な瞬間ということで、どうぞそのまま世界に発信してくださいと、お乾杯ってやったんですよ。あそうなんだ。それは確かにスピーチライターはいないだろうね。その場の起点だよね。そうです。なかなかやるじゃないかと。そうね。なんかこう、中国で見てるとね、 年に1回首相会見っていうのがあるんですけど、うん、あの結構ねあのなんていうか決まり決まったことしか言わない面白くないおじさんのイメージが <laughs> <laughs> あの正直そういうイメージですけどねそうでしょ、はい、で結構ね汗をびシしゃってかかれる方って汗だくになるんですよ毎年あ<ー>ね、まあねちょっとしちゃうわ分かる俺汗だくなるもんそうだからなんかすごく汗かいてなんかあのでも なんか追い込まれてるようなイメージにあー。汗かくとまたね。そう。そういう感じになるよね。で、なんかこう、やっぱりナンバーワンになれないのって、こういうところかなとか思ったりもしたこともあるんですけど、ああ習近平さんは一切たじろがない感じは、ね。まあね。でも、そういう場面もあって、乾杯のね、さっき言ったシーンなんかもあると。いいじゃない、人間らしい。そう。ね。意外とこの人も面白いんだなと。思ったりもしました。うん、っていうのが僕と。長かったね。僕と。 李克強の。で、ここからいきましょう。はい、ここからね、もう皆さん、皆さん、じゃあ、んだかもしれない。この10月27日の未明に亡くなったと。で、公式的な発表は、実はあんまり出てなくてっていうか、実は上海で亡くなったと。これは公式に出てます。上海で亡くなりました。なんで亡くなったか、突発的な心臓病。 というね,えね,えねえこの場合の公式の発表ってのは何なの今、無役なの今、亡くなられた時は。無役ですよ、もうと、うさ、なんか別に中国政府としては、まあでも、元首相だったんかいや、元首相は、広告という形で公的な発表が出てます。そうなんだ。ええ、第一報、えー、これはもちろん CCTV って、あのテレビね、中国中央テレビも流したし、はいはい、新華社通信も流したし、はい、まあこれ、第一報として流したんですけど、はい 27日の、えー、っと、朝8時ぐらいですね、中国時間で。うん、みんな、なんか本当に若いあんちゃんのアナウンサーが流してたんで、うん、多分みんな止まっ、え李国境違いかなぐらいの、ぐらい若いあんちゃんだとそうなのやっぱり、重たい人が亡くなると重たいアナウンサーが出てきて。あー、そういうことね。あのー、 我が狩猟様のとかいう国もあるじゃないですか。それは北朝鮮だよね。あの女性でも中国でさえ、エリザベス女王亡くなった時の、この、エリザベス女王。あの発表の仕方見ました見てないか見てない。結構ね、重たく。あ、そうなんだ。うん。BBC。重鎮を読んできて、やっぱりそういう。そう、BBC が発表し、それだけを読み上げると。まあでも李克強さんの死亡の発表の仕方っていうのは割と淡々と、本当数十秒だけだったんですけど、うん えっと、11月2日に葬儀をやられた後に、うん、彼の功績とか、生い立ちとか、この経歴とか、うんえー、党として、まあ、その、こういう人物でしたよと、まあ、優秀党員で、うんぬんかんぬんみたいなのがあるんですけど、うん、そういったものの中に、死因、えー、っていうのが書かれてます。うん。はい。なんてえ、だからさっき言った、えー、っとね、 ええええ、それはあなたに手元に持ってるものは何日本語訳これは日本語訳。うん2023年10月27日0時10分に上海で死去した。突発的な心臓病のため、全力の応急手当の回なく。去年68歳。うん。これだけなんです。<laughs> なんかあっさりしてんね。うん、ただし、はあ、まあ,あの、もうネット界隈というか、中国のかなりの。 多くの方がもう発信しているので、相当な高い角度で言っていいと思うんですけど、うん、あの亡くなられた、まあ、ホテルというか、なんて言ったらいいのかな、コンドミニアムって言ったらいいのかな、ああまあちょっとあの幹部が使うような。高級な感じのとこそうそう、一般人も泊まれるはずなんですけど、っていう、えっ、ー、とね、プートン側にあるねプートンってなんて言えばいいのかな、歩道、えー、新しく開発した上海の。 上海ってあの川が真ん中にあって、ああ西側がずっと発展してたんですけど、うん、あの東側に2000年以降、まああの、本当のただの漁村だったところが30年かけて今、とんでもないあの金融都市になってるんですけど、うん。東側が海の方ね、うん。そうです、そうですはい、はいで。空港も今2個あるんですけど、うん、もっぱら東側に着陸します。うん、大きいからこっちの方。うん、あ、そうなんだ。うん、で、えーと、そっち側の、えー、とある別荘みたいなところで、 まあ、プールで泳いでたえまに、えーまあ、こういう症状になられたと。そんな夜中にプール泳いでたの違う違う、えーとね、26日の、ね、お昼過ぎっていう情報です。ああ、それ亡くなれたのはしばらく経ってきたのかそうなんです。<ー>で、えーとまあ、直ちに病院に運ばれたんですけど、うんまあ、運ばれた病院の名前まで出てるし、運ばれた病院の何日後かみたいなことをあの中国の SNS でつぶやいてる人もいるし。うん まあ、みんなその情報は現地の人は持ってるんですよ。なるほど知ってるのね、うんはい。ただまあそこでも、えーっとまあ、いろいろやったと思うんですけど、えー、なかなかかいなく、えーまあ、その日のうちに亡くなられ、あまあ、未明ですね、0時10分だからそう、ね。半日ぐらい経ってからってことは。 そこまでね、治療がなされたんだけれども、<う>残念ながらと。で、もっといろんな情報、上海のトップが当時、上海にいなくてあの、慌てて午後に戻って、じゃあ現れたとかね、まあやっぱりそれだけね、まあ危機管理ですから、まあ、そういう意味ではねあ<ー>あの、そういういろいろな情報あるんですけど、えー、一応それが、うん、表に今まで出てきている情報で一番筋がいいというか、うん、角度が高い、ただまあ新聞記事に書くにはちょっとあれかな。まあ こういう情報があるという書き方で読売新聞なんかは書いてましたけどこういった情報が飛び交ってます。うん、でもう一個言っとかないといけないのは、えっと、11月2日にかけて、えーまあ、葬,儀葬儀がありました、うんで。葬儀に至るまではずっとニュースが流れていくんですけど北京に運ばれて、うん、北京にあの八方っという、まあ、幹部が歴代の幹部が入っているお墓があるんですけど<ー>そこで葬儀。 うん、があって、まあ、ダビに付されると、まあ、仮想ですよね、うんうん、という流れになるんですけど、まあ、ここに至るまでの、まあ、葬儀も習近平さんも出席されましたし、うん、まあ奥様の,あのポンポンリー、いつも忘れんな、ホーライエンさん、うん、日本語が分かんない、ごめんなさい、ホウ、うんま、さんです、もう出席される。これね首相の葬儀に 国家主席の夫人が出席されるのを、うん、僕初めて見ましたけど、あそんんなもんですか、うん、結構珍しい。へ僕はさっき言いました、1985年の縁がもしかしたらあるのかなと。普通は出ないっていう意味で珍しいわけね。そう,そうです、そうです。だし、えーと、ニュースの扱い含めて。 あの、ね、2019年に僕さっき言いました、李鳳さんという元首相が、二代、うん、えっと三代前かな、今ね、前の、ま、えっ、ー、と李克強さんの前首相、温家宝さんという方、うん、その前が、えー、っと、えー、っと、<laughs> ののどう忘れちゃった、ね、うわ、顔出てくるのに。ど忘れしちゃったね。はい,しういの思い出したら、もう、まあ、年だから、ね、その前なんです。うん。ね。えーうわ、出てくる前、まあ、李鳳さんね。李鳳さん。 リホもうあとで絶対思い出そう、ちなみにですね、仁徳天皇陵は、今もそうやって言いますけれども、大仙古墳っていう風にね、言うっていうこともあるっていうことですね。<laughs> <laughs> 結局、こうね天皇陵という風に呼んでよいのかっていうところもね、いろいろ意見があるみたいですね。<laughs> だめ <laughs> だよ、全然追いつかないよ、あのね、外国、私、イランという国にいましたけれども、はい、で大統領とか最高指導者とかをです、ね、間近で見る機会ってないんですよ、うんはい、だからわざわざイランの大統領の会見に出るために、ニューヨークの国連総会の時には必ずニューヨークに行ったりしてましたね、それはあの会見があって、少なくとも同じ空間にいることができるっていうのが、本当にね、機会が乏しいわけですよ。うん まあことほどさように、このなんか日本だと、ね、あの首相なんかも街頭演説とかで結構間近で見られる機会ってあるじゃないですか、うん、あない、しかも記者としても接触できる機会とか、まずないっていうのが、まあ、外国の場合だとよくありますね。ありがとう。主要記さんでしたああ、はいはいはい。 まあ皆さんねなかなかなじみもない人も多いと思いますけど潮木さん潮木はねまあいいや潮木の話いいやまた今度しますまあいいですえっと李鳳さんが2019年に亡くなられたんですその時に私もいたんで一連の扱いを見てきたんですけど人民日報の書き方 CCTV の葬儀の流し方全くそれに準じた報道の仕方をしてますのでおお そういう意味では、李克強さんの扱いというのは、それほど冷たくないというか、うん。いや、なんでそういう話が出るかっていうと、はい、やっぱりこう習近平さんとあんまり仲良くなかったんじゃないかっていう,こう、ね、そうです噂が、それは実際、そうなの、えー、私が見る限りですね、うん、まあ生で見るじゃないですか、年に1回、人民代表大会で、ね、隣で座ってるんだろうね。うん でもう僕なんかもそういうのもともと好きなもんだから、<laughs> そ,ね、その二人仲いいのが仲,仲悪いのから。まあまあ大事なことだからね。で、もう双眼鏡でね、ずっと見てて。双眼鏡で。会議中、まあ、はっきり言うどうでもいいわけ,わけですよ。淡々と会議が進むんで。うん、大事なのは、会議が終わった瞬間ですよね。そうね。そうね。本当の友達は、あるじゃないですか。ごいや、お疲れさんでしたと。か肩叩いたりとか。 いや、まあ、今度飲みに行こうよ、みたいな。はいはいはい。そこの場で言うか、ともかく、<laughs> まあ、なんかちょっと、う打ちとガタンで。男女、<laughs> もう3000人ぐらいの委員が見てるわけですよ。大変だよね。ね、この中で、まあ、芝居でもいいですよ。うん、ちょっとねぎらったり、だって首相は毎年一回、その、えー、と政治報告っていうのをやるもんですから、うん、結構何時間って喋るわけですよ。うん、でそういうのもあ、そういうのの後に、いや、ご苦労さんでしたと、今年もねっていうのも、ありじゃないですか。ね、そりゃそうだ。 この、ね、壇上で習近平さんが隣に座っている李克強さんに何かを話しかけてる自てい私一回も見たことな,なかったんですねうもう終わると,えっと下手に吐けていくんですけどうあのもう自分の左隣にいる李克強さんに何にも声かけずにふーって言いなくなるわけですよ。 これ仲いいとは言えないです。時々ね、自分の下にいる立選書さんって、要するに国会議長みたいなポジションの方、うん、司会進行やってる方、うん、ここにはね、習近平さんね、ちょんちょんってやって、お疲れさんでしたみたいなことやってるわけですあちょっかいかけして。ちょっと握手とかして。えー、そうなんだ。李克強にやれよと。 それさなんかあのね、うん、外国から来た人に対しても、中国っていうのはね、ほほえみ外交、そのほほえみの度合いによって、その時のね、その国、両国の関係性が分かるみたいな話を前に聞いたじゃないですか。だから安倍さんが最初に言ったときとか、結構なんか広い仏頂面でね、うん、あの習近平さんともお二人で写真に収まったりしたけど、はい、そういうのって国内にもあんのいや、でもこれ、写真に撮るわけじゃないので。あじゃあそかそっっかか<う>なるほどね 外交の場合はその写真がメッセージになるから、それをそ,うう、ね、それ用の表情になるとりわけ向こうの国でそういう,、ね、うメッセージになるからね、そう,そういう意味では国内では残さないんですけど、どあのうちも記事にしてます、今年三3月5日に首相が変わったんですね。うんはい、李克強さんから李強さんに変わったんです。<laughs> 似てる。る <laughs> それは最後、全国自民代表大会で、はい、投票によって、まあ、交代が決まるわけです。なるほどで決まった瞬間 お疲れ様でしたっていう、まあ、握手をしたんですよ一応したんですけどこのぎこちなさがねもうね記事に1本書けるもう書いてますデジタル用にあの朝日新聞書いてるんで、うん、よかったら用に井上君が書いてくれたかなあの<ー>あの本当に目合わないんですよ、うん、そうなんだ習近平さんが握手してで李,李克強さんも手は出したんですけど、うん、ずっと前の方見てて 2>,、うん、2人ともでいや習近平さんね2回ぐらいね あれチチラチラってむしろ周さんの方が見えるんだそう面白いですけど、ね、もう本当にぎこちなく前だけ見てて、は<ー>みたいな。なるほどねあのあやっぱりこの二人はその人間関係という意味では分かり合えなかったんだろうなと、もちろん仕事の上ではパートナーですけど、うんうん、というふうに率直に感じましたし、な何より人事で。 うん、自分は残ったけど、やめさせてるわけですから、これは最終決定、<ー>習近平ですから、これどうなの、でもさ、まあ、国家主席は習近平さんなわけだよね、はい、でそのたださ、ね、裸の王様になっちゃいけませんよっていうのがあるじゃないか、はい、そういうのに対してこう率直な物言いとかってのは、李克強さんはできてたの、うん、えっとだから、これはね、僕も、えっと、3月5日に記事にし。 自分の記事紹介持ってくれゃよかったな。うん、まあいいや。まあなんかあの概要欄にリンク貼っおきましたね。<や> <laughs> そうだね。<laughs> はい、あの李克強さんは、うん、えっと、くまあなんだろうな。そういう意味では耳の痛いことを言う存在だったと思うんです。うん。習近平さんにとってですね。そういう人も必要だよね。必ず必要。うん、だから意外と、ええー、まあ国務院っていわゆるね、まあ中国の仕組みちょっと難しいんですけど、日本だと、まあ、 行政府があって、そこのそこに総理大臣がいて、はい、まあ一番なんか総理大臣が、なんか、まあ、もちろん国慶の最高機関は国会なんですけど、うん、まあ政党のポジションでそんなに高くないじゃないですか、今2つ言いましたけど、行、うん、政府、ね、国会。ああ、確かにね。で、その下にまあ各、各政党があるんですけど、<laughs> 中国はあらゆる軍、えー 政治、学問もそうだし、うんまあ、全ての上に司法もそうです。全ての上に党があるので。何、ね、でも中国共産党が指導するというふ、ね、うに書いたんだよね。そうなんです、うん、だから、えーっとまあ、そういう意味で言うと、なんて言ったらいいのかな。うん、党、うん うん、いいかちょっと言い方選ばないとあれかな。いやいやだから李克強さんは、李克強さんはその耳の痛いことを言える存在として、政府の中では、えー、一定数の支持があったことは僕はもう直接聞いてるんで、なるほど李克強さんはちゃんと言ってくれると、うん、あと自分たちの仕事もちゃんと見てくれてると。あいいじゃない、うん。なかなか人気のある方だったんで、うん、その組織の中では。そうね、うん、ただやっぱり えと習近平さんが、あの1個前の温家宝さんっていうのは、本当に庶民宰相って言われるぐらい、うん、ナンバー2なんですけど、国民に人気があって、んなんだったら、その胡錦濤さんがトップだったんですけど、その時はね、胡錦濤さんが、うん、まあちょっと地味なリーダーっていうのもあって、ですねね、うんうん、そうだった、ね、国民受けは温家宝さんに任せる。あ 地震とかあのー、当時だから四川大地震とかあったんですけどもう次の日に駆けつけたのは温家宝さん。ああ偉いね。うん、で<ー>救出されてる現場にまで行ってまあ頑張れとかああああ大事なことが、ね、御家宝さんの仕事だったんですね。うん、で李克強さんももちろんそれを目指したんですけど習近平さんはそれは許さなかったっていうか認めなかったというか<ー>それは俺がやるんだと。おワンマンやないか。<laughs> <laughs> なんでお前が人気出るんんだ <laughs> 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 それいいじゃんね別にねでもね結構言ってるんです李古虚さん何年か前にあった夏の水害とかで現場に駆けつけたりとかしてんですけどこれがねニュースになんないんですよ。これはおかしいね、うん。ニュースになんなくて中国政府のホームページウェブサイトにだけ写真が出たりして。うん で、進化者とかももちろんついていってるんですよ。新、うん、化者、僕聞いたことありますよ、進化者の人に、なんでこれ、進化者でちゃんと扱わないの聞いたんだ。なな、うんん<あ>でそんなことが僕に 答えられるとと思ってんのとうん、うん、そのそ通りだね <laughs> <laughs> 大変なあの正論ですね。いろいろ複雑な。新はもう国営通信社だからね。うんまあ、ね本来はその国の出来事であれば公平にこう何でもね配信中国のニュースっていうのは「あニュースウォッチ9」とか「ニュース7」みたいにあの7時からやってるんですけど、うん、あのもう決まってるんです。序列1位から 順番に報じていくんですどだから,習近平んから、誰か見てんのあ見るか、やっぱそれちゃんとチェックしておかないと、共産党なんから出世できない人いるかわれわれ見てますから。うん、ああ、んたたちはまあね、まあ、そりゃそうでしょうけどさ、ね。だから2番目に出てくるんですけど、李克強さんがね。うん、でもまあうん、そういう災害地に行きましたみたいなあんまり出ないんですよ。あそううんだから地味だなって思ってたんですけど。うん でもね、僕が取材してあの、これ記事もしてるんで、ちょっと簡単にお話しすると、コロナの時ね、うん、コロナの時にえっ、ー、に、ここでも前お話し,しましたあ、習近平さんは現場いなかったんです。あそうですか、うんあの。あれ、2020年1月、まあ、正式に言うと、そ,うね、その前の12月ぐらいからもう出てたんですけど、コロナ、えー、部下封鎖したのがそう、うん、新型コロナがありますと、はい 中国が発表したのが1月9日でした。20年の。ああ、そうだわ。そうでしょ、うん、そ,うそうだ、そうだ。で、えー、っと、24日に武漢封鎖になるんですけど、はいはい。この間にですね、武漢では毎日毎日、肺炎患者が、<う>肺炎患者が、うん、ね、咳、要するに肺炎あ、まあ、蔓延してたわけですよ。そうね。でもその間に、まあなんかあの、まあ中国旧正月なんで、 1>, うん、えっと1月下旬がお正月だったんですけど、年末の,あのイベント、4万人集まってるお祝い会とかですね、みんなが家で作ったちょっとお菓子とか持ち寄って、さわか会みたいな、はい、楽しそうね、やるんですそれでもう一気にまた広がったり、しょうがない、そういうのはね、あるんですけど、ね、この間、うん、習近平さんは何してたかっていうと、実はミャンマーに行ってたんです。ああそうですか1月14日かか月日らだったかなへー 15か16、ごめんなさい、この辺、中旬に行ってて、うんそれね、まだスーチーさんでしたけどあ<ー>、うん、あのスーチーさんに会いましたと。うん、で、えー、その日程、そこの子にだけ、一国だけこなして、戻ってくるかな、だって僕らもうその時結構、これまずいぞと。そうだよね、少なくとも僕は、僕、第一歩を書いたんですけど、これをね。うん、前も喋ったよね、うん。でも、これ。だから聞いてください。<laughs> これ、SARS ぐらいまで行くぞと思ってたから、SARS、はい、も大変な詐欺だったけどね。身構えてたんですけど、うんうん、なんと習近平さんは、まっすぐ帰ってこずに、まあ、年末、地方をご視察っていうのを毎年やるんですけど、うん、通り道だったこともあって、雲南に寄ったんですよ。1月20日はまだ雲南にいました。<う>19日に入ったのかな。うん、でどうする、どうするって言ってる中で、1月20日、えー、初めて、 えー、中国でこのコロナは人から人に感染してますと、うん、夜のニュース番組で話したお医者さんが湘南山さんというお医者さん日本でいうとねあ<ー>尾身さんみたいなポジションですあ<ー>、まあ、政府にこういう状況ですという人が言ったんですけど。はい まあこの人は、実は政府の,あの特命チームで動いてたもんですから、現場行って見てきて、うん、指示を報告するのは李克強さんだったんです。で、えーと、これはもう検証記事とかあの、なんと中国から出てますし、僕の取材でも見えてきてるんですけど、要するに、李あ小,小医師が現場見に行きましたと。うん、これはもう出すものは出した方がいいと。はい ね、要するに国民大丈夫だって言い続けてるわけですからあ<ー>でもこれはダメだと思ったお医者さんが帰ってきて李克強さんに、えー、報告して李克強さんが「出せ」と「うん、これは世の中に伝えるべきだ」と「なるほど真実を語れと」と、うん、でテレビ夜のテレビ出演につながったとうんいう話を私当時取材して帰ってるんですけど、うん、これは習近平さんにとっては多分習近平さんが北京にいたら ひょっとしたら違う結論になってたかもしれない。あ,ありそうですね。うん。習近平さんっていうのは、うん、あの、その後も、なかなか現場入りしなかったですし、とにかく2月の中旬ぐらいに一回指示を出してるんですけど、うん、とにかく報道に対してはですね、特に報道機関に、この現場で活躍している、あの、ボランティアとか、まあ、その、お医者さんとか、助かったとか、 とにかく感動的なストーリーお前らもっと書けと。ポジティブなニュース、ね。いう指示を出してるんですよ。うん、この辺の価値観というか認識の違いが、すごくワンツー、習近平さんと李克強さんにあったなと。あれでもあの頃にね、よく覚えてますけれども、世界の各国から中国は情報の公開が遅い、うん、手ぬるいっていうことで、うんうん、大きな批判を、ね、浴びてましたよね。浴びました。うん、でもまあ、そのあたりの、 うん世の中に、まあ、あの李克強さん、僕もあの部下の方から何回か聞いたことありますけど、あのまあ、経済を預かっているポジションだったこともあって、まあ、中国はあのあちょうど昨日 NHK スペシャルやってたな、うん、ごめんなさい、収録からの昨日なんであれですけど、日日曜日あの、まあ、よく言われてます、中国の経済の統計は信じていいかどうか疑惑があって、なかなかごまかしてるのも。うん ここ何年かも明らかになってるんですけど、はい、そういうのも含めて李克強さんはとにかくもう本当の数字出してけという指示を何回か飛ばしてる方なんですね。ちゃんとしてるね。うん、でそれはご本人が僕これも書きましたちょっとぜひ <laughs> 自分の記事持ってこいよって話なんですけど彼はね、えー、っと僕冒頭に言いましたね彼はね大学で経済学の博士北京大学の博士号を取ってるんですけど。うんうん 最後ですねだから、大学卒業から12年かかってるんですよ。だいぶかかります、ね、だいぶかかって、取ったんですけど、うん、最後あの、彼の,あの先生、うんあの、要するに博士号を最後、あれなんていうの最後、指導してくれる指導教員っていうの。し俺、その博士号取ったことないからわかんないわ。<laughs> この、ね、先生がね、ーーもうね、誰もが知ってる権威なんです。うん、この権威が 交差すするじゃないですか論文出した時にいろんな交際教員とかもいてなんか要するに面接してああはいこの論文にいろんなツッコミを受けるってあるあるある聞、うん、い,るといたこある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 あはあるある 経済学のの権威みたたいなのをワーって並べたわけで、すよ<ー>で理工局からすると、若い理工局からすると、えなん邪魔するんですかみたいな,な、そうだよね、この先生の弟子っ子たちみたいな人が来たら、先生の指導されている人の、そんなところ、完璧に違いありません、はい、100点や<う>ってたところを、わざわざ全然違う人連れてきて、見させたと。そうそう ね、これ何ですかと聞いたらその先生が、はい、これ李克強さんがあの後年自分の講演で話してるんですよ、うん、北京大学の講演でね,、うん、ね何ですかと聞いたらこれであなたが本物の評価を得られると真実になると、うん、あなたが取ったものがかかだからって言って李克強さんこ,のこれによって論文の提出半年遅らせてもう一回書き直したんですねええ12年かけてね、うん、うようやくっていう時にもう一回とそれを本人が 後年自分で語られてるように彼は真実とか本物とかそういったところにだいぶ思い入れの強い方だったのでそうですかうん何というか惜しい方を亡くしましたね <laughs> 本当にねこういう人こそね求められてんじゃないですかまあねあなただから話戻すと<ー>、えー、習近平さんにとってある種まあ違う生き方も違うし価値観が違うんだね価値観もかなり違うんですけど え非常に、まあ、そういう意味では、牽制的なポジションだただ、もう現場はいなかったので、うん、この春にもう完全引退されてましたから、本当、僕が今何解けてない謎の一つは、うん、なんで上海にいたんだろうっていうところはあ、確かにね、北京じゃないの、ねうんだね。これ、いろんな本当に、ここ、こうなるともう陰謀論が飛び交うんで、<laughs> あんまりここい,いや、そこなのよね、結局、この死の死去のね、うん、報道も直後はやっぱり、なんかそれこそロシアみたいにさ、<laughs> はい 暗殺されたたたんじじゃゃななないいいかみ陰、うん、謀論が飛び交っであのルポライターの安田峰俊さんが、はい、うちの記事に本当にいいコメントプラスを寄せてくださっててまあえあんまりちょっと文面はありませんけど趣旨はこっから1週間出てくる「あの私は中国当局からこういう話聞いた」っていうのは全部嘘ですと、うん、そんな話はあの国では漏れてきませんとこれね僕もね <laughs> 大いに賛同する <laughs>。<laughs> いや本なかなか本当に手繰,り寄せ手繰り寄せて聞かじれるのが何か月後みたいな本当にそういう世界の保否なんであの皆さんね本当にね中国に限ったことじゃないんだけれども <laughs> どっかの外国の当局の話をねなんか関係者によるとかって簡単に書いてる人は一番信用ならないですよ取れるわけねえんだからん何急にこの店誰とかっておっないんです,、ね、ですけど一般論としてそれ言えますよとねいやでもねあのコメントによって に日本に巻き起こりそうな陰謀論がい、うん、食い刺されたすごく抑えられたのが<ー>大変素晴らしかったなと率直に思ってますけどまあ実際そんなに広がらなかったですね陰謀論はねそうですねあの、うん、だからねまあ強いて言うと亡くなってから発表まで半日もう8時間かぐらいのタイミングだったんで、うん、すごい早いなっていう疑惑もあ,あす早すぎませんだって亡くなってから。 公式発表までいやでもだから偉い人だとやっぱりねだってそれこそ天皇陛下、崩行とかって本当にもう分単位でね<ー>報道があったからでも僕らが聞かされてた例えば江沢民さん、まあ、北京で亡くなったんですけどはい、はい、北京で亡くな,あのなんか僕上海にいたもんですから昔ね、うん、江沢民さんが亡くなるときはたとえ上海に住まれてたんですん上海で亡くなってもあれぐらいの方は最後あの、まあ、ご遺体を北京まで運んで 北京で亡くなったことにするんだよぐらいのへえまあもちろん首相と国家主席立場が違うので、ね、李克強さんが一緒じゃないんですけど亡くなった発表すごく早かったなにちょっと引っかかった節はあったんですけど今こういう一連のニュースを見て振り返ると、うん、この李克強さんの突然の死に対してその一回溜め込むことの方が疑惑を広げるリスクなるほど だったのかなというふうふに今は私は私見てますご本人のね、生前の生き様からしたって、そううすべきだろうと、うんうん、早く出した、出すことが、うん、今の習近平3期目の政権にとってもリスクは少ないし、うん、いろんな憶測を呼ばないだろうという判断に実際になってるんで、今、この状況がですね。なるほど、うん、すごいですね。すごいです、ね。死せる公明、生ける中達を走らす、ねあ。これはねだだかからら中国今だからああ 中国、ものすごく実はこのニュースには敏感。ごめんねこの、このニュースばっかり話してるん <laughs> いや、もう,ないもういい,んじゃないから。いかこれで終わりましょうあのー、今、中国は何を気にしてるかっていうと、はい、実は、この SNS では、この、えー、と李克強さんの死に対して、例えば、の彼の地元、安徽省っていうところなんですけど、うん、菊の花がですね、旧宅の周りにとんでもない数なら並んだんですね。 ああ、中国でもやっぱりお弔いの時は菊の花。そうですね。てか逆にそっちから日本に来たのかなうん。あのー、本当に、もうトラック何台分ぐらいの、え、すごい、ね、一面並んで、それはもう写真で。めっちゃ人気あるじゃん。そうなんです。<お>まあやっぱりみんな別れを惜しんでんです。僕が昔住んでた、あてか北京で住んでた家の近くで、川っ張りにひっそり置かれてるのも SNS で流れてたし。<ー>とにかえ。 あの中国全土のあちこちで悲しんでる映像が流れてるんですけど、どね、これが一切途中から消され出してるし、<laughs> そうなんだあのそのお花も回収されてるんですね。回収しちゃうんだ。回収されてます。ま<ー>なんか回収されてる様子まで動画で流れてますけど。流れてるんだ。うん、すごいねこれは 明らかに今の習近平指導部、中国共産党のど真ん中の方々が警戒されてます何分その、ね、中国に対してこう、ね、経済であるとか、いろいろ不満が高まっていると言われてるじゃないですか、そ,すそ,すそこに火ついいちゃううかもしれないそうですつまり、そういうことなんです。あの過去に事例があって、はあ まあ、皆さんご記憶の天安門事件あ<ー>これは胡耀法さんというのが亡くなられたことを機に若者たちが、ねまあ、追悼をする流れの中で天安門に集まりだしてそこから体制不満みたいな流れになって弾圧につながるという,う、ね、1989年ですけどそ,、ね、その前にもですね 周恩来さんが亡くなられた時も、これ、あの、人によっては第一次天安門事件っていう言い方もする人がいるんですけど、うん、1976年だったかなの時も、えー、亡くなられた後に菊の穴を持って天安門にすごい集まったっていう運動的っていう流れが起きて、うん、これは当時、もう、 えーと毛沢東さんもほぼ亡くなりか,くかけの寸前だったんですけどその奥さんの昴生さんみたいな4人組っていう集団があってですね <laughs> 有名なね、はい、これがもうあの権力欲しいままにしてたもんですからもってるそれはねここに対する不満市民の不満みたいなのがななこのお花周恩来さんへお花をあげるという行為によってうん、うん、その意見表明が広まったという過去事例もあるもんですから 李克強さんの死がこういった体制不満につながらないようにしたいという習近平指導部の気持ちは、過去の歴史からも教訓としてやられてるのが今だと。中国って、はい、集会って自由にできるのできませんよ、それは。で自由にはできないです。ら <laughs> イランでも似たようなことあったんだけど、うん、結局、その人が、偉い人が死んだときって、うん、それを追悼するっていう名目で、うん、人が自由に町に集まることができる。 っていう風な雰囲気ができるんだよね。<ー>そうすると、それが結局、そっちじゃない方に変わっていくっていうのは、うん、やっぱりこう、体制としては恐れるっていうのはね、うん、あるよね。うん。そうだね。これがだから、なかなか日本だと理解しにくいところかなと思う。簡単に、その、集会 <laughs> ができたり、デモができたりするっていう国ばっかじゃないんだよね。ねもちろんです。うん。もちろんです。だから、これで集まるのは、誰も文句ないでしょう。はいはい。 それは文句ないですよ。だって悲しんでるんだもん。<laughs> そりゃそうだよね,ね。元総理がなられた悲しいお花あげたいという気持ちを止めるすべは本来ないんですが。うんまあ、実際最初はそうなんだろうしね。そうなんです。うん、でそこから、この、いやー、こんなにいい人亡くなって、今の体制おかしいみたいな、うん、スイッチが入っちゃうと、なかなか大変になると。 でもまあ、じゃあ、そういうコントロールにも成功したってことですかねある程度、今、成功してると思いますし、<ー>うん、やっぱり気遣って、まあこの辺はやは、<laughs> だから情報社会、中国もね、うん、どこで何が起きてるか、まあ僕が今、日本にいながら、動画をばーっと探すと、まあ出てくるわけですよ、ごはんをた,たむけてるって、まだ残ってます、いつかはね。はいはい、ただやっぱりその、だってもう10年前はそういう作業もできなかったでしょう。うん だから、情報を発達してる分、本、ま、当、あ、人力、うん、人海戦術で、あああの叩いて、なくしてるんですけど、はいはい、AI ももちろん駆使するんですけど、でも、なんか最後は人の手で動画削除してるんですよ。なでそ,よね、そうそうそう、金立,金立てはあのあ、それはブロック。 中でずっと監視,監視して1個それやると50円もらえるみたいなういうバイトの募集とかもあったんですけどそういう作業やってるもんですからでもあた言った中で今面白いなと思ったのはお花撤去してるっていう動画もちゃんと流れちゃうのね、うん、そうなんです面白いね、うん、なんかやっぱりさいまあこれはね、うん、最後は人の口にとは立てられないよと思ってるんです、うん、僕も。 だってさ、どんだけ人海戦術だってさ、中国人民は1四億人多いるじゃないですそれは無理だわな <laughs> そうなんです。潰すことはできないよね。<laughs> そうなんです。うん、で、多分それをね、止めてる、回収してる側も、と、例えば李克強さんの地元の安記賞もあ,あ<ー>ただ単、本当にそうだよ、ね、普通の地方の、うん、えー、党員の息子から出てきた、うん、本当にあの、うん、なんていうの凡人の出身の方からすると、なるほどねええ 村の誇りだし、町の誇りだし、だね、都市の誇りだし、うん、だってそこにお花持ってくる人、本当は、この監視してる人もですよ、公安の人とかも、俺だって置きたいよって思ってるわけですよ。そうだわな。うん、まして撤去なんかしたくないわな。そう。あ<ー>まあ、そこは役割っていうのもあるんでしょう、<laughs> おそらくね。ドラマだね。うん。うん、そんなことを <laughs>、李国境さんの死去からいろいろ感じてたら、<laughs> はい。 あんたもなんか一本書きなさいって、こうね、けあの経済部の某女性デスクから。倉重さんだね。そうです。倉重 <laughs> <laughs> さんも過去、さかのぼれを多分、ポッドキャスト出てますからね。あそう。あの、北京特派員の先輩でもあるので。倉重七重さんね。はい。あの、えっ、ー、と、経済、日本、日中経済と、李克強という流れで、今、僕、いくつかお話ししましたけど、日本と関わりあったんだよっていう話をですね、うん、経済面に。 書かせてもらってはいあこれありがたいなと思ったんでまあぜひそれもじゃ概要欄にそうですねあのポッドキャストの概要欄に皆さん記事へのリンク貼っておきますのでぜひご覧になっていただければと思いますこんなもんですかそうですねいません本当にだいぶあのこのもうちょっとなんか中国の話いろいろ聞いたことのあったんですけどまあ今回はこれっていうことでねはいはいどうもありがとうございましたありがとうございました最後まで聞いていただきましてありがとうございましたよろしければですねチャンネル登録そして高評価の方 よろしくお願いします。朝日新聞の神田大輔でした。